ばあさまがさ、長老様の家まで案内しろって。めんどくせえけどよ。お前まだカムイコタンのことをよく知らないだろ。感謝しろよな。カムイコタンって結構広いだろ。そうだな、1,2,3,4、とにかくたくさんだよ、たくさん。お前が昔住んでた村はどうだ。人の数は多かったか。カムイコタンには勝てないにしても、ん？どうした？ははん、相当小さい村だったんだな、お前の背みたいに。あ、そっか、お前の村。悪い。でも、ま、助かってよかったじゃん。精霊が守ってくれたから、お前は無事だったんだろ。長老様がそう言ってたぜ。お前、きっと運がいいんだよ。デシパクルから出て、外で暮らせることだって、相当ついてんだぞ。当たり前じゃん。親代わりの人が見つかったってことなんだからな。別に俺に気兼ねすんなよ。俺はイレシパクルが気に入ってるんだからさ。だから謝んなっつーの、バカ。え、お前そんなことも知らないのかよ。よし、今回は特別に物知りな俺様が教えてやろう。あれはな、ブーだよ、ブー。うん、食料を入れとく倉庫。俺の大好物の鮭の干物とかが入れてあるんだ。あ、別に俺こっそり忍び込んだりしてないからな、勘違いすんなよ。マナリ、マナリは相変わらずだな。マナリだよ。カムイコタンのシノッチャの家に住んでるんだ。う
い手だよ。お祭りの時とかに歌を歌うんだ。それがな、音痴らしいぜ。楽器の演奏はすっごくうまいけど、イレシパクルに来て俺たちのために曲を弾いてくれたりするんだ。お、ここだここだ。それじゃあ長老様によろしくな。ミカト、よく来たな。座りなさい。もう村の生活には慣れたかね？緊張せずともよい。気を楽にしなさい。今日お前を呼んだのは他でもない。味方、お前はイレシパクルを出て別のところで暮らしている。本来ならこのない家にでも預けるところだが、お前は年に似合わず分別があり礼儀も正しい。そこである仕事をしてもらいたいのだ。そうだ、お前はこれから我がカムイコタンの巫女ナコルルの下で共に暮らし、従者として仕えるのだ。ナコルルは現在戦いの旅に出ておる。巫女はカムイコタンの自然が脅威にさらされた時には全力を持ってそれに立ち向かうのだ。ナコルルはついに諸悪の根源を討伐し、明日には村へと戻ってくるらしい。ナコルルの持つ宝剣の守護長ママ母が飛来し、帰郷の方を告げてきよった。そのように泣き出しそうな顔をするではない。いかな巫女とて取って食ったりはせん。それにナコルルとの暮らしはお前にとっても得るところが多いだろう。頑張りなさい、ミカト。ナコルルはカムイコタンに戻った後、巫女の家に住むことになる。お前は一足先に家に入り、主の帰りを待ちなさい。外に案内の者を待たしておる。やはりあやつは、ミカトは。さまよっていたミカトを見つけられたのも、
カムイの導きかもしれぬな。まあ、何はともあれ、今後のナコルルとの生活に全てがかかっておる。見守っていかねばなるまい。よっ。俺たちはミコの家まで案内するように言われてきたんだ。俺はヤンタムで、これがマナリよ。ねえヤンタム、これって言い方はないと思うの。目いっぱい親愛の情を込めたつもりだぜ。さすが巫女の従者になるやつだな。礼儀正しいね。ホクテとは大違いだ。ミカト、私たちのことは呼び捨てでいいわよ。カムイコタンにはそれが普通なの。長老様は特別だけどね。なんだ、元気ねえな。よし、この面白い顔を見て笑うがいい。ないだろうが、俺の顔じゃどうやったって面白くはならないんだから。かっこよすぎて。本気で言ってるから呆れちゃうわ。お、やっと笑ったな、ミカト。その調子で楽しく行こうぜ。俺が7歳の頃なんて。子供の頃すごく元気よかったもんね。走るのも速くって、私追いかけるのが大変だったな。いや、それはマナリがちょっと走っただけでツルンステンコロンってすっ転んでたのが原因だろ。ちょっと、あんまり人聞きの悪いこと言わないで。知らない人が聞いたら本当の話かと。ほら、捕まりな。ガキの頃のまんまだな、お前。キャー、助けてー。よく聞いたぜ、そういう声。やだ、忘れてよ、そんなの。で、転ぶたびにナコルルに助けてもらってたんだよな。そうね。大丈夫？怪我はないって真顔で聞いてくれたんだっけ。それはそれで恥ずかしかったんだけど。ナコルル？ああ、それはもちろん巫女でもあるし、すごい戦士だよ。砲塔地中士を振り回して敵をバッサバッサとなぎ倒すんだぜ。近寄る者は容赦しない。
ダメだよヤンタム、嘘教えちゃう。包丁も握れないマナリとは大違い。お前魚が怖いって泣いてたもんな。でもね、最近はとっても頑張ってお料理してるのよ。料理の一つもできないと飲みにもいけないし。得意料理は焼き魚。焼くだけ？だけ？マナリって何でも一生懸命だけど驚くほどダメなんだよな。明日の私に期待してください。ま、嫁のもらい手がなかったら俺がもらってやるよ。冗談だよ冗談。そうだよね、びっくりしちゃった。ここが帝の新しい家だ。また遊びに来るから頑張れよ。何か必要なものがあったら遠慮しないで何でも言ってね。Thank you.
ー